わ、ほんまや、何あれ猿があるってこと。言われてるもん、言われてるもん。これちょっとさ、持って、スイッチ。涼しくていいね。なんだろうあれ。モフ、モフカフェみたいな。後でレースしようよ。今やればいいんだよ。今。こけんなよ。気をつけて。どっちに行く？こっち。左。左じゃない。なんかとりあえずマップ見たら、あ、あった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 。ケツプリプリしてんだ。プリプリしてる。なんかプリプリしてる。後ろ落ちんなよこれ。うん、気をつけてよ。筋トレ、筋トレ。え、すごい遠いよ。あ、ちょっと太るからちょっと動いて。今どこ？今わかんない。あそこ。どこ？ほら。え？あ、ヒアだから。ね、筋トレのところに行こう。え、そっち。こんな穴子が。大丈夫？あ、ウォーターハンプン。ウォーターハンプンっていうのあれ。ハンプンじゃない。ハンタン。ハンタン？ファウンタン。ファウンタン。ファウンテン。あ、ファウンタン。ファウンテン。ファウンテン。雨降ってきた。雨降ってきたの。マップ見せて。あ、ちょっとだ。元カカバ重いやろ、水筒も。すみません。何何。キラーンって。キラーンって。イケメンの顔出して。ワンモーターポイントが。そう。あ、カナダ。待って、分かったかも。なんか有名なところをやったんだ。そうかもね、世界中の。世界中の。入ってみて。雨降ってきた。雨宿りしてた。うん。雨宿り。夜電気つくんかな、これ。夜、うん。電気かな、あれ。これエジプトじゃない？エジプト。つかカナダの何、なんかそんな有名なとこあんの？ペルー。ペルーで有名なとかあるのか、天空の城的な、マチュピチュ。ペルーっぽさとか。後で日本の探す。この先雨宿りできるとこなくなる。いや、俺も雨宿りあるよ。俺はね。誰もおれへんな。ないね、誰も。うん。走ろうぜ。今度もなんか土地の一部なんかな。ね。書いてあったよね。書いてたよな。あっち行ってみるか。だいぶと雨が強くなってきたで、いい感じに。降りれる？ここから。大丈夫？うん、大丈夫。そっち側回っていいよ。わーっと。雨宿りポイント発見。すごいクラスだ。はい、こっち来て。なんか見せてるものがある。ガードパークみたいな。うん。何？誰も浮かんから。誰も聞かない。見せたいものがある。見せてじゃあ。まとかここで。そこから撮ってね。うん。怖いな、なんか。早くはない。重い。ワンステップが重い。家賃いくらぐらいすんだ。全然リッグ。これ？このポンド。切れ身。もっとする？うん。お父さん。どうなんでしょうね。怖いやつ。うわ、ほんまや。何あれ？怖いなんかね、生き物がいる。イグアナじゃない？イグアナ？イグアナだよ。オオサン、あ、なんだっけ？オオサンショウウオだっけ？うん。え？違う。なんだっけあれ？水トカゲ。イグアナじゃないよ。見に行こうよ。怖くないわ。だって登ってくるわけじゃないでしょ。橋あるし。どこ行った？あれだ。
お前。もう何それ。かわいいか。マジで。何がなんかおる？魚？何が残念？ほったらかし感っていうか、うん、どういう状況かよくわからん、池感あるけど、うん、オイル漏れてるしそうやな、この感覚、国とか行政の感覚じゃなくて、あ、うん、あれ、本当かなんかの機械なんじゃないの。ああ、確かに本当だ。このコンドでかいな。コンドミニアムすごいでかい。なんで今度か金額か後で調べようかな。行ってきます。あ、遊具だ。行ってきます。乙女だったの走り方が。え、怖い。遊具が遊具がいる。あ、カメ。カメって言ってた。あ、本当だ。お猿さん。お、猿があるってこと。あれ。なんて書いてある？人間の食べ物は美味しいけど、あのヘルシーじゃないから、うん、ヘルシーじゃなくて、あの、病気とかにさせちゃうから、あげない。あげないです。いや、あそこにあるよ。行ってみようか。やめない方がいいよ。起きたか。大丈夫です。うん、大丈夫だと思う。あの、こっち側にある、こっち側に。落ちても、カメが助けてくれる。プッシュアップだって。あ、プッシュアップ？やろっかな。お、すごいよ。お。よし、頑張れ。いい感じだった？こういう公園は割とこう掃除されてんやな。なんかもう全然掃除されてない公園あるもんな。ボロボロの。あんまり見たことない。全部きれいにしてくれてる。ああ。あれ、どっか行った。やば、雨降ってきたか。ちょっと雨宿りする。やばやば。こっちの方がいいんじゃない。これ何やろ、これトイレ。20銭取られる。雨宿り、ね、雨濡れるぞ。雨好きだわ。雨好きなの。あのね、スクールで、スクールでね、ちゃんとこういうところ屋根あるルートあるのに、ね、雨が降ってこっち当たる場所を選んでたから。ちょっとだけ待とうよ。わかんない。お母さんとお父さん着替え持ってなの。あなただけが着替えを持ってきたけど、汗だくなるかなと思って。おい、濡れてるだろ。濡れてるだろお前。あとさ、雷がさ。そうだ、危ないぞ、雷が。キャー。これでもう、あの、戻れなくなったね。本当やな。最悪。アドベンチャーだな、これが。これが冒険だな。冒険。こういうのが冒険だな。ね、食料は持ってきてないよ。え？食料。だから、果実を探すんでしょ。果実って、食べ物。食べ物、果物とか。果実見つけられないよ。誰も困ってたら。昔の人はそうやって生き延びてたんだよね。え、うん、昔の人は果物とか魚取ったりして。
でも魚も何もいない。カメ食う。カメ食べれない。いいよ。いいの。可愛いって言ってなかったさっき。見るのが可愛いの。食べるのはいいの。悪。悪。悪いやだ悪って何食べるのは悪あ、ちょっと落ち着いたかな、うん、今のうちにちょっと進むか、うん、あそこだ滑りそうなとこ気をつけてここトイレ20歳やろここなんやろなここもトイレっぽいなんだかんだでお姉ちゃんについてっちゃううん喧嘩になるのうん、そう。いや、ボケに行く？もうちょっと上行ってみる。うん、うん、行こう。行こう。結構な。坂やな。わ、これびっちょびちょになるやつやな。一旦控え室か？控え室でちょっと。なんで？うわ、これ。やばい世界一の世界一長い冒険じゃんこれ雨降ってたらそうねちょっとやんで雨降ってちょっとやんでそう一旦こっち行くか次隣の雨宿りスポット臭いちょっと鼻危険からさなんで長い冒険だよまあでも冒険ってこんなもんだと思うこういう冒険全部楽しくて全部思い通りってことはないそうだよランドミだね、近くのコンドミニアムの値段調べたら大丈夫雨に濡れてるけど大丈夫ありがとうこれとフレンチするねえ、無線ソングってあるか近く3ベッド、3バス、2パーティーうんと生活感があるからモデルハウスではなさそうだからうーんおいおい帽子濡らすなよあの時だって言われるんだでも安いけどな、なんかもっと安いんだよ、うん、1800です、うん、安いよ安いよ激安だよねえねえちょっと病んだんじゃないちょっと病んだんじゃないなんかなしたのおいまたまたそうやってなんで帽子濡らすねんわざわざ2000リングくらいあるかなあーなんかびちゃびちゃにしやがってお二人さんそんなになん雨濡れたいわけどうする戻る今日もう戻るか。戻って、あの、車で、あの、行ってもいいぞ。あ、そうね。パーク3に回って、うん。そうそう、回ってから、そこから行ってもいいよ。そうするなんで帰るのまだに、リットルジャパンに行ってないじゃん。だって、歩いてるうちにさ、一回も出てる。雨がすごいからさ。パーク3から、プレイグラウンドまでが、高かったから、車でパーク3に行こうよ。誰もおれへんか。やっぱ雨やからかな。やっぱ、7時か8時ぐらいから動き出すんかな。びちょびちょです。大谷さん。いや、びちょびちょやろ。頭びちょびちょやろ。おい。頭自ら当たりに行ったやろ。ちょっと今すぐ引っ越したくなってきちゃった。あれは。わー、なんで今に。今日は不便かもね。風車発見。風車。まっすぐ左行く。雨宿りをしなければ。こんなに降ってても、でも木の下濡れてないね。おう。ギリシャ神殿に行こう。ギリシャ神殿。行くよ。ギリシャ神殿に行くよ。ギリシャかな。ぽくね。うん。ギリシャやな。ジャパニーズがないな。あるよ。ジャパニーズがね、もうちょっとあっちかな。あったギリシャ神殿。コーヒー買ってここ来て、そこに置くか。あそこに住んだら。じゃあマップここでバーベキューしたら怒られるのかな、うん、そうすここなんかペットもダメみたいだね厳しいなコンロでまあ、井戸さんなくさ、なんかここバイトしてるかもしれないバイトうん、ここバイトうんアルバイトで、つばがついてる
そうだね。ここはどの国なんだ。モレッソだろ。ギリシャじゃない。勝手に俺はギリシャって言ってるけど、わからんよ。ここだけ急にローマとかにはならんでしょう。わからん。あれがないね。何が？国の名札みたいな。カントリープレートのこと。あそこにあるじゃん。ちょっと見て。あ、腕相撲。腕相撲？ここで？うん。このビチョビチョの体で？はい。壊れていた。あ、見えんかった？見えたけどさ。壊れてわからないってこと？え、わかったよ。うん、わかったけど、どこだと思う？ちなみにギリシャじゃないです。じゃあ、フランス。E から始まる。EU。イギリス。じゃあな。はい。ピッポン。イギリス、イングランド。あ、イングランド。え、イングランドってこんな感じ？うん、ね。え、次日本行くの？これだよ。え、これ日本なの？オランダかな。だよね、オランダのイメージあるよね。いや、こいつは黒鳥だね。黒鳥かい。激濡れてる。激濡れてる。激濡れてる。オーベン。オランダ？ってことはオランダね。オランダかな。だよね。風車ってオランダやもんな。あ、日本だ。どこ？本当だ。マレーシアって書いてるやつがあったんだけど。あ、ほんまや、ここ日本や。あ、ほんまや。大きないの？あれあれ、あそこ。ん？あ、あれ？ジャパネー。なんだ。ほんまやな。石畳とかなんかそんな感じするな。石畳。京都みたいな。あ、竹。竹。竹。このままチャイナに続きます。あれチャイナやか、やっぱ。ね、戦国時代のこれ。戦国時代。え、窓ってなんか。ドアとかなかったの？鎌倉時代。チャイナ行く？はい。足元気をつけてね。チャイナ。ちょっとボロボロやからさ。ボロボロや。大丈夫？なんか木が。腐ってたやろ。うん。あ、チャイナでか。なんかチャイナの方が作りしっかりしてんな。エネルギーの注ぎ方が違う。そうなるよ。すごいじゃん。なんかすごいよね。力の差を見せつけられたわ。秦の始皇帝時代だな。近い石って何？なんか石。わからん。中国っぽい石じゃない。行くマレーシアに。マレーシアどこだったっけ？あれがマレーシア。あれがマレーシア。あれ違うの？あれ行ってみたいな。マレーシアどこにあるの？知ってる？こっちだよ。これタンクなの？なんか。ねえねえ、こっち陸あるよ。見てください。こうやって入る？ロンドン。最後。最後に。You're the only one who is very hot。 あ、そう、そうやったんです。大丈夫だった。これなんだろうね、でも一番マレーシアっぽいっていうの。ああ。あそこも、あそこだ。これ靴脱げっていうやつじゃん。そうやろ。なんか日本しょぼいな。なんで？あ、違う、なんか国の看板。どこ？あ、やっぱりこれマレーシアだ。あ、これがマレーシア？うん、ほら。おー、で、これがないって、青が。あ、これない。イラン。イラン。あ、イラン、これない。え、ロシアとかないの？これがイラン。なんか日本しょぼいな。なんか日本しょぼくない？あれ。あ、アビサビスだね。これインドネシアな。これ何？これでかいうちは何？あ、濡れてる防水？防水だよ、うち。あ、タイかこれ。あー、言われたらそんな気がするな。タイなんだ。よし、車戻るか。これは何ですか？インドネシア。これインドネシア。豪華だね。あいやね。言われてるぞ。
言われてるぞ。見せて。よいしょ。よいしょ。いいね、これ濡れて。うん、これ防水だって。まだまだ元気やん、あの子。濡れてるやろな。うわ、びちゃびちゃだな。いいよ。いい感じにびちゃびちゃだ。結構でかいな。バッテリーがなくなるわ。お疲れ様でした。